アートカルタを作ろう。ねえねえ博士、何してんの？アートカルタを整理しておるんじゃ。それ何？世界のいろんなアート作品の絵はがきを使ってカルタ遊びができるようにしたものじゃ。これご覧、こちらがアート作品のカード。これはわしが作ったもんじゃが、美術館とかで売ってる絵はがきをそのまま使ってもいいんじゃぞ。そしてこちらがカルタの読み札カード。それぞれの作品に合わせてわしが考えたもんじゃぞ。桃のほっぺた、目はさくらんぼ。果物でできた顔だ。野菜もあるんじゃぞ。アルチンボンドさんはいろんなものを集めて人間の顔を作るんじゃ。これは夏の野菜と果物でできた顔。他に春、秋、冬もあるんじゃぞ。ライオンが夜の砂漠でこんばんは。ピニャー、この人ライオンに食べられちゃうよ。わしには匂いを嗅いでるだけのように見えるかの。あるいはお姉さん起きてよ、その楽器を聞かせておくれよと言ってるのかもしれないの。まるで童話のようじゃ。春が来た来た、ポッポッポ。ポッポッポ、あ、ハトポッポだ。鳩が止まっとるのは春に花が咲く桃の枝じゃな。この絵を描いたのはなんと昔の中国の皇帝陛下なんじゃぞ。ピニャー、どの読み札も作品にぴったりだにゃん。そうじゃ、今度は滋賀県立美術館の作品を使ってアートカルタを作ってみよう。よし、ニャートくん、協力してくれんか。いいよ、でも何すればいいの？今から美術館が持っている作品を一点ずつ見せるから、それにぴったりの読み札を考えてほしいんじゃ。うん、頑張る。それでは、最初に読み札を作ってもらいたい作品は、これじゃ。この絵はアルメニアに生まれてアメリカで活躍した、ゴーキーさんという人が描いたものじゃ。どれ、読み札を作るにはまず絵をよく観察しなくてはの。ピニャー、何を描いてあるのかさっぱりわからないにゃん。そうじゃろう、そうじゃろう。こういう何を描いてあるのかわからないような絵のこと、抽象画と呼んでおるんじゃ。こういう絵ってどこが面白いの？見る人がいろいろ想像できるところじゃろうな。ヤート君、この絵を見てると一体何に見えてくるかな？ゆらゆらもやもやした変な形が見えるだけだよ。その形一体何に見えるかの？よくわかんないけど目玉みたいなのがあるよ。じゃあこれが顔なの？こっちも別の顔？こっちは小さいから子供かな？これってお化けたち？ニャート君にはお化けに見えるのかな？じゃあお化けたちは一体何をしてるのかな？ファッションショーしてるみたい。それはどうして？色がいっぱいあってカラフルだから。あ、お祭りのカーニバルにも見えるよ。列になって踊ってるの。うん、いいぞいいぞ。では今度は色に注目してみよう。どんな色が見えるかな？赤、黄色、だいだい、それから紫もあるね。全部で4色かな？うん、黄色にもいろんな黄色があるから、色全部だと数えきれないくらいあるよ。バッグはどんな色かな？白かな。白の中にいろんな色が見え隠れしている。とっても不思議な色だにゃん。真珠色とかオパール色とか言うんじゃぞ。それではニャート君、色に注目したときこの絵は一体何に見えるかの？アイスクリーム。アイスの中にフルーツがいっぱい入ってるやつ。どうじゃな、この絵にぴったりの読み札をみんなもニャート君と一緒に考えてくれんかの。よし、できたかな？うん、できたにゃん。ちょっと読み上げてみたまえ。カラフルなぐにゃぐにゃお化けのカーニバル。いいぞいいぞ、自分で見えたものをそのまま言葉にしてみたんじゃな。もう一つ、白の上、赤にだいだい、紫、黄色。ほ、今度は色で攻めてきたか。これもいい出来じゃ。まだあるよ。フルーツ入りのアイスクリーム、上からチョコでお絵かきだ。いかにも食いしん坊のニャートくんらしい読み札じゃな。それではわしが考えた読み札も披露しようかの。フォア版と揺らめく色に細い線。どうじゃ、これもシンプルでいいじゃろう。うん。それでは次回は別の作品で読み札を作ってもらおうかの。読み札がいっぱい出来上がったらぜひ家族やお友達と
アートカルタをしてもらいたいの。では、さらばじゃ。